さて、始まりました。伝説の YouTube。あのー、ちょっとね、まあ、これまた映画の話になってしまうんですけどもね、はい、私この映画、まあ趣味の一つでありまして、はい、映画の話させてください。I am アアム a c h i はい。I ア am アム a c h i はい。見た方もいらっしゃるかどうかわかりませんけど、私、えーえー、見に行きました。主演がですよ。主演が、安倍サダ夫さんと。はい。安倍サダ夫さんですね。どういった内容かと言いますとね、あのー、安倍サダ夫さんが、あの、市役所で勤めておりまして、で、市役所に、あのー、え何、ー、ですかね、送り、 送り人係でしたっけはい。送り人係という、えー、課が、はい、あるんですよ。で、そこに課が、そこの課を属しているのが、え、安倍・佐田をただ一人、え、なんですけどもね。はい。でだどういったか、どういったかと言いますと、えー、亡くなられた方、はい。あのー、結婚してなくて、身寄りが、 ない方を、えー、引き取りに行くかなんですよ。で、例えばね、あのー、まあ、孤独死とか、まあ、そんな感じですね。で、してるところで、あのー、引き、あ、あのー、そうですね、あのー、お骨とかをこうね、引き取って、まあ、管理するというかなんですけどもね、これ大変あのー、何ですか死んだ、 後のことと言いますか、えー、死んだ方たちの、えー、供養をしたら報われるという感じの、まあ、最終的には話なんですけれどもね。はい。で、あのー、まあ、40代なんですよね。その安倍貞夫さんという、まあ、本ですかね。アイアム牧本。はい。牧本というキャラは 40, な40代で独身という、 えー、キャラなんですけどもね。はい、あのー、ちょっとね、変わり者でしてね。あの、よく癖でこれやるんですよ。上司から、牧本巻本お前聞いてんのかって言って、言ったら、えー、本はね、この一手を見つめてるんですよ。で、その声に気づきまして、は と、自分が分かりました。それすると、牧本こう言います。牧本、こうなってました。はい。こうなってました。結構これありますね。牧本、こうなってました。こうなってました。はい。えー、という感じなんですけれどもね、そういう感じになってました。で、あの、まあ、何人かね、そういった、えー、孤独死とかね、そういった、あの、まあ、身寄りのない方の、あのー、 ま、お葬式をね、牧本さんはすごい、ちょっと変わってるんですけどね、変わってるんですけど、すごいいい人なんですよ。はい。で、いい人なのでね、あの、お葬式とかね、実費ですかね。はい。実費であげるんですよ。本来ならそんなことはしなくていいんですけどね。やっぱりこの、牧本さんは、この亡くなられた方たちをしっかり供養するという形でね、あの、お葬式も、はい。 あげるんですよね。で、あの、まあそういった生活が、続きまして、で、あの、うーんー、なんだ部長ですかね。はい。新しく部長が変わったんですよ。その部長が、というのがね、あの、我が家の、我が家の板倉、板倉じゃねえや。すいません、つぼくらさんか。つぼくらという、まあ方が、 あのーまあ、新しく部長に就任,、えー、就任するんですけどその方があのその送りがかりその牧本さんの専用の課を課がいらないと言ったんですよはいいらないって言ったんですけど牧本さんはねあのやっぱりちょっと変わってるんでやっぱ普通の仕事っていうかまあ私も変わってるんですけどね え、普通の仕事というかね、みんなとこう、まあ、コミュニケーションわかんないですけど取れてるかどうかわかんないんですけども、きっとやっぱり、その他が一番適任なんですよ。まあ、一人だけなんですけどね。で、それを、ま、いらないと。つぼろくらさんが言われ、言ったら、えー、まきもとさんはこう言いました。それは、私に仕事を辞めろっていうことですかと。はい。まあ、確かにそうですよね。あの、まあ、自分しか、 しかも結構ね、やっぱりその、警察もね、あのー、まあ、ちょっと、死体が腐ってるんですよね。腐ってて、それはあのー、まあ、回収って言っちゃあれですけど、それをこう引き受けるのが嫌なもので、で、市役所の方に頼むんですよ。あのー、牧本さんとかにね。やっぱり、しばらく放置してありましたので、匂いがちょっと強烈なんですよ。はい。で、やっぱそういうところでも平気で、 えっと、しっかり供養できるっていうのは巻本さんしかいなかったわけです。はい。で、その課がなくなったら、まあ、まあ、そういうことですよね。巻本さんがもその会社に、まあ、いる意味がなくなっちゃうということだったんですけど、で、まあ結局やっぱり上司の命令は絶対ということで、あの、その課をなくす方針ではいるんですけど、でも巻本さんは、なくす前に、 1> 今1つ、えー、引き受けてるる仕事があるとはいそのやっぱいい人でね亡くなられた方の身寄りを探すために、あのー、頑張るんですよね。はい、あのー、例えば身寄りが亡くなられた方が北海道でしたら北海道まで行ってその写真を見せて「あこの方の身寄りの方ですか?」みたいな感じで「お知り合いですか?」みたいな感じであのーえー、いろいろね探し回るわけなんですけどもね。はい で、ね、それで、ちょっとね、鶴岡市ってどっかわかんないんですけどもね、はい。あのー、身寄りを探すためにね、またこの、電車を乗り継いで、その県に行くわけですよ。はい。あのー、それでね、探して、友達とかもね、あ、その方、亡くなられた方探しに行くんですけれども、その方って結構その、やんちゃな方だったので、やっぱ行く人のところ、その方の知ってるところに、 行くとやっぱりあいつはそのろくでもねえみたいな感じでちょっと何んですかあのー、えろ、ー、くでもねえっていうことでねこのあの、うんうん、バッシングというかいろいろ苦情言われるんですよでもね苦情も言う人もいればねやっぱりあいつは命の恩人とかねあのー、やっぱりいい人も いるんですよね。やっぱこいつは、いいやつだ、みたいな感じで、やりまして。で、その方、あのー、娘さんが、いないと思ってたんですけど、その牧本さんのおかげでね、その亡くなられた方には娘がいると、娘が。で、その娘役がね、この三島ひかりさん、なんですけど、可愛らしいね。可愛らしい方、三島ひかりさんだったんですけどね。で、その、 え三、ー、島ひかりさんと安倍貞夫のシーンで、ね、ここのシーンがちょっと面白いところがありました。あのー、ちょっとね、やっぱ安倍沙の王のあ、安倍沙田、えー、の役のそのね、元村、元お、元村ですかね。はい。元村。i m あ、牧本か。ごめんなさい。牧本ですね。牧本が、あの、三島ひかりさんにこう言うんですよ。何歳ですかって。はい。 で、やっぱ女性の方なんでね、まあ答えないんですよ。で、やっぱちょっと、巻本はね、ちょっと変わってまして、また聞くんですよ。何歳ですかって。そしたら、三島さんが、今言わなきゃダメですかって言うんですよ。はい。で、それで、あの <laughs>、やっとこの、まあ言わないんですけどね、ちょっと変わってるんですよね。あの、よく、わかりますかみたいな感じで、 牧本が、牧本に言われて、牧本はこう言います。分かりませんって。はい。ちょっと変わってるんで、で、ちょっと面白いシーンがまたありまして、で、やっぱ大人、大人になると、全部言わなくても、さしてくれみたいな感じがあるんですけど、例えば、この先はなくても分かるよな、みたいな感じの言葉があるんですけども、牧本は、分かりませんって言うんですよ。で、その時に、その、校長長が面白いこと言うんですよ。 あんた、恐ろしいほど察しが悪いなって。これ笑いどころなんですよね。うん。見てるだけで結構ね、笑っちゃいます。変わってますので。はい。で、その三島ひかりさんとね、あのー、まあ、会って、で、亡くなられたお父さんはどんな感じでしたかみたいな感じでこう、いろいろ喋るんですよね。喋って、やっぱその、すごい真剣なんですよ。あのー、安部ダヲさんは。 その他人の、そんなね、言っちゃ悪いですけど,どうでも、どうでも言っちゃあれですけど、そんな方のためにね、はるばる遠方から来て、でその身寄りの人に会って、お葬式出ませんかって、はい、言うんですよ。やっぱお葬式はね、たくさん、えー、集めた方がいいという、お見送り係としてねあの、そういう意識を持っておりますのでね、だからすごい、いろんなとこ行ってね、声かけるんですよ。あでそれで 満島ひかりさんとね喋ってで満島ひかりさんもねやっぱり一生懸命というかねそのやさやさんにね心を惹かれてねあのー、ちょっといい感じになるんですよはいでまあ一旦そこで別れましてまた満島ひかりさんがその牧本牧本か牧村牧本か牧本の働いてるとこ市役所に来るんですよでお葬式を日程はこうですよこうですよーって話し終わってんで あのー、まあ、お互い電車で、え満、ー、島ひかりさんがね、乗る電車で待ち合わせして、で、最後別れるときに、満島ひかりさんが、牧本に、あのー、今度、ま、あのー、お葬式終わったってる時間ありますかっつって、牧本さんは、あ、ありますって言って、これで、笑顔で、二人お別れするんですよ。まあ、これ最後終盤なんですけどね。 で笑顔で、えー、お別れしたところ、あの、水島ひかりさんさん,さん、水島ひかりさんってね、この白鳥が好きな設定なんですよ、白鳥が。で、まあ、本もね、ちょっとこれ、彼女のために白鳥の写真を撮ろうと思って、えー、カメラを買ったんですよ。もうど絶対ね、その、普通の街中に白鳥なんているわけないんですけど、 何かしらのやつカメラをこう見た、レンズで見たらね、白鳥が飛んでたんですよ。で、それで横断歩道が、えー、赤から青に変わって渡ろうとしました。でカメラをこうレンズ越しにね、えー、見たまま渡ろうとしたところ、ガシャンと、はい、ガシャンと、車に引、えー、かれました。でそれで引かれて最後に言った言葉が牧村は、 頑張った頑張ったっていう言葉なんですよね。頑張った頑張ったっていう言葉で、はい。安倍沙夫さん、いや、牧本、お亡くなりになりました。はい。で、最後ね、あのー、身寄りのない方とかね、あのー、まあ、そうですね。まあ、身寄りのない方か。 よりのかない方っていうかあの無縁墓地っていうところに収められるんですよ。で、牧本もね、最後そこにやっぱり無縁墓地に、はい、あのー、埋葬されるんですけどね、お骨を。で、やっぱね、牧本様ね、今までそういう方々たちの、そういう方々たちのために、あのー、無縁墓地にね、無縁、うん、まあ、方々たちのために働いてきたわけですよ。本当に。 いつも身寄りを探してね。で、大切にね、その方の思い出の品とかね、あのファイルに保管したりしてね、ずーっとこう、その人のために頑張ってきた,来たわけですよ。で、最後、その無縁墓地に、えー、牧本がいられた瞬間に、今まで牧本が、えー、助けられたい人が、お線香を、いや、お線香じゃないな、合唱しに来たんですよ。はい。だから、最後はね、ほんとこの、 今まで、身寄りのない方たち、死後の世界って多分亡くなったらね、あの、何もないっていう方をおっしゃると思うんですけどね、しっかり見てるっていうことですよね。しっかりね、この、まあ、埋葬というかね、あのー、まあ、亡くなった方でも、しっかりと供養してあげる。そういうお話でしたね。はい。私ね、結構個人的に好きでした。はい。あの、巻物とかちょっと変わってるっていう、変わってるんですよね。はい。あの変わってる感じの人間、 私嫌いじゃないですからね。はい。皆さんもぜひね、この映画行ったら見てください。面白かったです。はい。アイアムマ c ケ e